変な人だと思われちゃうな。なんか本当マッサージがめっちゃ楽です。はい、手取り20万ボーナスなしで1年で160万貯めた節約お姉さんういういです。はい、皆さん今日6月1日は何の日でしょうか。もう知ってる人もいるかと思いますが、今日6月1日から私の大好きな9点メガ割りが始まります。ということで今日の動画は、年160万貯めた私の9点で買ってよかったもの7000円。はい、もうね、私は9点もう 4,5 年ぐらい愛用してて、本当にね、9点は他のサイトより安く売ってるものが多くて、私はもうたくさん9点にお世話になっています。で、私の動画を普段から見てくださってる方はわかると思うんですけど、9点で買ったものがちょこちょこね登場しています。私、去年2022年の1年間9点で買った点数と金額調べたら、21点で、約、2万5000円分のお買い物をしてました。そんな私がですね、今回9点の目代わりで皆さんに買ってほしいコスパ最強な商品を7000に厳選して紹介するので、ぜひ、お買い物の参考になったら嬉しいです。それではレッツゴー。はい、9点では6月1日から6月13日までの3回に分けて各3枚計9枚の 20% クーポンが配布されます。動画の最後にですね、9点でのお買い物がもっとお得になる方法を紹介しているので、ぜひ最後まで見てください。はい、まず最初はこちらのコンタクトレンズビューイットです。もうね、コンタクトレンズ作ってる人はマジでこれ買ってほしい。ほんとコスパ最強です。コンタクトって普通眼科とかで買ったら半年分で1万とかそんぐらいかかるじゃん。だけどこれは半年分3600円で、メガ割りだと2880円で買えるから、もうめっちゃお得。こういうね、日常的に使うものを骨盤のいいものにすると、もう節約効果がぐんと上がるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、お次はマッサージローラーです。これ足痩せしたい人はマジで買ってください。めちゃくちゃむくみが取れて足がすっきりします。私の動画をずっと見てくれてる人はわかると思うけど、もうこのマッサージローラーは本当動画でも何度も多分登場してると思います。ほんとね、好きすぎてほんと日常的にずっと使ってますね。こういうね、筋膜ローラーを持ってる人は多分多いと思うんですよ。私も筋膜ローラー好きで、もう3種類ぐらい持ってます。だからこのマッサージローラー別に買わなくてもいいんじゃないかってずっと思ってたんですけど、このマッサージローラーを知って1年ぐらい経った時に、やっぱりね、なんかちょっとこのマッサージローラーが気になる。なんか、やっぱ買いたいなと思って、ちょっと買ってみたんですよ、試しに。そしたら、ちょっと力を入れるだけで足をほぐせるから、ほんとマッサージがめっちゃ楽です。手でね、マッサージするとめっちゃ疲れるじゃん。だけど、これはほんとちょっとね、力を入れるだけでゴリゴリできるから、ほんとおすすめです。だから手でもいいんだけど、こういうね、道具を使って足をほぐすのってほんとね、大事だなって思いました。お値段も1299円で安いのに、作りもめちゃくちゃしっかりしてるからおすすめです。はい、で、ちょっとね、左足だけ、こうゴリゴリむくみを取ったらどんな感じになるのか、ちょっと写真を見てもらいたいです。これは左足だけマッサージローラーでマッサージしたんだけど、左足だけね、ちょっと細くなってませんか？ただこれ気をつけてほしいのが、マッサージローラーを1回やっただけで、はい、細くなりましたっていう商品ではないです。もう毎日マッサージローラーでゴリゴリしてください。むくみは毎日蓄積するものなんで、その日のむくみはその日のうちに取るっていう感じで、マッサージで毎日ゴリゴリしていくと必ず足が細くなります。私はちなみにこの手とこのマッサージローラーと筋膜ローラーの三刀流で毎日マッサージしてます。ぜひね、みんなもやってみてください。続
続いてはシルク枕カバーです。枕カバーの摩擦で髪の毛が傷んじゃうことがあるって聞いてから私はこれを買いました。シルクは吸水性、通気性、発散性に優れてるから夏でもサラッとしててすごく気持ちがいいです。私は髪の毛の摩擦を防ぎたいから買ったんだけど、どうやら美肌にも効果がいいらしいです。まあね、確かに寝返りとか打つとき顔が当たっちゃうから枕カバーとか、まあ、そういった時にね、綿とかよりこういうシルクの肌触りがいい、サラサラしたやつがいいなって思いました。シルクは夏は涼しくて冬は暖かい素材らしいです。あとね、シルクなんで赤ちゃんでも安心して使える素材みたいです。実際に私が寝てみるとこんな感じです。大きさは縦は48センチで横は74センチです。結構ねデカめです。私は枕して寝るのが苦手なので、いつも枕カバーだけ敷いてこうやって寝てます。肌触りがツルツルしてて本当気持ちがよく眠れます。特にね、私みたいに髪の毛長い人は髪の管理がね大変だと思うから、こうやって枕カバーをね変えると結構違ってくるのでおすすめです。続いてはコルセットです。これ腰が痛い人用のコルセットとかじゃなくて、普通にダイエット用のコルセットです。これはねマジで買ってよかったです。私ダイエットしてある程度は体絞れたんだけど、なんかあばら骨が出ちゃって、でかっこ悪いなと思って買ったこのコルセットなんだけど、これをしたら毎日続けてるとバラ骨が締まってきてアンダーが細くなったから本当におすすめ。あとダイエットしてない人でも形をね、服着た時に形を綺麗に見せるっていう意味でもコルセットは絶対した方がいいです。あとコルセットしてたら圧迫感で本当食欲が抑えられるから本当にダイエットにいいです。これつけてる時とつけてない時のお腹に食べ物が入る量が全然違うから、このコルセットつけたらああもうお腹いっぱいってなっちゃうから本当におすすめでね。つけ方はこんな感じです。上から順番に私は一つずつねコルセットやっていってます。結構ねギュッてやりますね。でこれ私基本的に一日中つけてるんですけど、朝から仕事終わり、家帰った後までつけてるんですけど、コルセットつけたことない人はこれ最初ねめっちゃ痛いです。コルセットつけた瞬間は別に痛くないんだけど、コルセットつけて 2,3 時間後ぐらいにこれコルセット針金が入ってるんですよ。だからそれでもうめっちゃ痛いってなって、私ね会社でねほんとねこのコルセット脱ごうとしたけど、でも脱いでもさこのコルセット大きさがあるからさ、そう持ってたらなんか変な人だと思われちゃうじゃん。だから全然脱げずにすごいねしんどいしんどいって思いながら、早く定時にならんかな、お家帰りたいみたいな、そういうね思い出があります。はい、5つ目は強力着圧ダイエットタイツです。これは、まあ、いわゆる、よく言う、あれですね、着圧スパッツっていうやつですね。で、私これ、本当はタイツみたいな感じだったんだけど、私ソックスみたいに したくて、切っちゃってるんですけど、気にしないでください。で、この着圧スパッツの何がいいかっていうと、まずこの安さですよね。899円で、メガ割りだと719円だからめっちゃ安いです。直圧スパッツ、私いろんなの履いてきたんですけど、直圧スパッツって結構高いじゃないですか。しかもこれ、消耗品なのに。私3ヶ月に1回直圧スパッツ変えてるんですけど、高いからなんかいいのないかなって探してて、で、ツイッターでこの商品を知って、で買ってみようと思って買ったんですけど、マジで良かったです。締め付け感は普通の着圧スパッツより強めです。
私は強めが好きなんで、この着圧パッツは本当に大好きです。参考までになんですけど、私は身長163センチで体重が44キロで、ちょっと最初履くときは強めかなって感じるので、でレビューにはちょっときつすぎて無理みたいなレビューもあったんで、足にコンプレックスがある方はちょっときついと感じちゃうかもしれません。でも私みたいにきついのが好きなド M の方はぜひ買ってほしいです。はい、お次は低刺激まつげパーマ剤、お値段が1150円で目代わりだと920円です。これはセルフまつげパーマしてる人におすすめなんだけど、セルフまつげパーマするときってさ、はじめさ、なんかキットみたいな買うじゃん。で、もともとついてあるまつげパーマ剤がなくなったときに、これはね、単品で売ってるから、単品だけを欲しい人におすすめです。で、この商品のいいところは、大豆油とヤシの実由来の低刺激成分なのと、1液2液が色で分かれてて、1液が青、2液がピンクって、目で見て分かるので、まつげパーマってさ、たまにさ、あれ右目1液やってたっけみたいな感じ、分からなくなることあるじゃん。だからこれはちゃんとね、色で分かれてて分かりやすいから、そこがとっても嬉しいです。はい、最後の私の9点のおすすめはサーリシ脱毛器です。これ私9点で一番買ってよかった商品ですね。この脱毛器は私の美容デーの動画でも、最近出したこの脱毛器を2年半続けた結果っていう動画でも紹介してるんだけど、それくらいね、マジでおすすめです。私はもう首から下の毛はもう全部いらないって思って、でもう全身ねこれでやってるんだけど、結論から言うと私これ2年半続けて、で VIO 以外の全身8割9割の毛はもうなくなりました。で VIO に関してはもう6割7割残ってるって感じですかね。脱毛ってだいたい全身だったら30万とかサロン行くとそんぐらいするけど、もう全然、8000円ぐらいでこれ買えるんやったら、全然、ちょっと時間かかっても、これでいいと思うんですよね、全然。これもちろん顔にも使えるんですけど、私はこれ使って、女子でも髭生えるんですよ。ちょっと、髭と、なんか鼻の横の毛みたいな、産毛みたいな。あれがね、なくなったのが良かったですね。で、まあ、この脱毛器は、強さをね、自分で選べるので、こんな感じで、1から9まであって、私はもう慣れたんで9でやってますけど、で、こうやって電源ボタンと照射ボタンを同時に押したら、スキンケアモードと脱毛モードと2級モード、それぞれね、モードを選べるのが、この脱毛器の特徴です。この脱毛器のメリットを挙げるとしたら、まあ、まずね、安いってことと、好きな時間に自分で脱毛できることですね。で、デメリットとしては、まあこれは家庭用脱毛器あるあるだと思うんだけど、手間がかかるところですね。これ最初は3日から5日に1回やらないといけなくて、あとこれ照射範囲が狭いので、ちょっとね、脱毛するときに時間かかりますね。詳しい使い方とか説明とかね、家庭用脱毛器メリットとか、そういうのは、この動画でね、喋ってるので、ぜひ、詳しく知りたい方は、こちらの動画を見てください。はい、いかがだったでしょうか。で、ここでね、私がいつも9点で買い物してる時にしている9点でのお買い物がもっとお得になるアプリをご紹介します。そのアプリはですね、モッピーっていうアプリです。私のね、動画を普段から見てくださってる方はもうわかると思うんですけど、もう節約術とかでもう何度も紹介してるので、本当にね、もう聞いたことあるよっていう方は多分多いと思います。私がもういつもね、節約術とかでモッピーおすすめ、モッピーおすすめって言ってると思うんですけど、そうしてたらですね、今回なんとモッピーさんからお声をかけていただきまして、
ぜひ節約お姉さんウイウイさんの動画で、紹介してくださいっていう、コラボ動画をですね撮らせていただくことになりました。本当に嬉しいです。これもいつも見てくださってる視聴者の方のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。でね、モッピーって何って思ってる方もいると思うので、モッピーを簡単に説明すると、モッピーは累計1000万人以上の国内最大級のポイントサイトです。1ポイント1円で現金や楽天ポイントやペイペイポイントに交換が可能です。で、使い方なんですけど、アプリを登録して9点のページに行って、このポイントゲットっていうところを押して、9点で買い物をするわけです。で、なんと目代わりの期間だとモッピーポイントが 2% から 5% にアップします。商品購入金額の 5% もポイント還元されるって、もうめちゃくちゃお得なんで、もうぜひ使ってみてください。で、概要欄に私の紹介用 URL と紹介コードをね貼っておくので、そこから入ってもらうと、入会後に5000ポイント貯めると2000円分もらえるので、ぜひやってみてください。楽天市場とかシーインとかアイハーブとか、あとマイプロテインとか、そのアプリ使ってる人はもう絶対ね入れた方がお得です。で、モッピーをね利用する時の注意点2つなんですけど、1つ目がモッピーを経由してから買い物カゴに自分の買いたいものを入れてください。モッピーからお買い物する前にアプリとかでね、買い物カゴに自分の商品、欲しい商品を入れておくとポイントがつかないので、そこは注意してください。私もね何回か間違ってミスっちゃったことがあるので、マジでもったいないので、そこはね注意してください。2つ目は9点のアプリをアンインストールした状態で買い物してください。9点の公式アプリをインストールした状態でモッピーから、ポイントゲットのところを押したら、9点の公式アプリに飛ぶ可能性が大きいんですよ。で、この公式アプリで買い物をしてしまったらポイントはつかないです。これもね私何回かね間違って失敗しちゃったことがあるので、これはねマジでもったいないので、これも気をつけてください。はい、では、今日の動画はこの辺で終わります。今日は、年160万貯めた私の9点で買ってよかったもの7選でした。皆さんの目代わりのお買い物の参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイビー。